はいどうも、皆さんこんにちは、アノチです。ということでね、皆さん遊学園の予告見ましたでしょうか？いやー、めちゃくちゃね、良かったっすね。作画というかもう、いろいろが全部良かったんですけど、まあ今日はですね、そんな遊学園に関するね、ちょっと気になったね、ことをピックアップしてお話ししていこうかななんて思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ初回のね、1時間予想なんかもやっていこうかなと思います。ということで、皆さんぜひぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう。はい、ということで、まずまあ放送日ね、ちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、第1話はですね、12月の5日の日曜日23時15分より放送ということで、こちら初回はね、1時間放送となっております。でまあ2話以降はね、30分ということなんですけども、何せね、来週がもう1時間ですか。すごいっすね。もう本当に豪華すぎるなっていうことなんですけども、もう本当に遊学園楽しみだな。でまあそんなね、配信はですね、12月の6日夜1時より配信ということで、まあこちら初回のみ1時から配信みたいで、2話以降はね、毎週月曜日の夜0時から配信ということで、あの無限列車編と同じね感じで、もう放送後間もなくすぐ配信されますよとなっておりますんで、いやもうなんでこんな豪華なのマジで。めちゃくちゃ配信も豪華なんだよね。だからもう誰しもが本当に見やすいね環境となってるんで、もうぜひぜひもう第1話からね楽しんでください。でまあ主題歌オープニングエンディングがエメさんということで、はい、オープニングテーマ残響参加、エンディングテーマ朝が来るとなってるんですけども、ジャケ写なんかも公開されておりましてね、こんな感じで渦井天元のジャケ写なんかも公開されておりまして、こちらはなんか見たことあるというか、この角度あの煉獄さんの時にもあったよね。煉獄さんもジャケ写こんな感じだったんですけど、次渦井天元か、じゃあ刀鍛冶はどうなるんだって感じですよね。時友一郎くん、彼女水さん、誰になるんですかね。なんかジャケ写の今後の展開も気になってくる、はい、ポイントとなっております。でまあオープニングがね、次回流れるかっていうところもすごい気になってますね。エンディングとオープニングはね、カットされないといいですけどね。まあちょっと第1話に関しては、まあ、カットされる可能性はありますよね。無限列車編の時の第1話もカットされちゃったんで、まあ2話以降ね聞けるかなとなってるんですけど、まあ第1話からオープニング聞けるとね、めちゃめちゃ嬉しいなと思っております。はい。でまあ初回1時間のねちょっと予想をやっていこうかなと思うんですけど、まあどこからやってどこまでやるのって大体ね予想していこうかなと思うんですけど、スタートはですねこちら決まっておりまして、無限列車編の続きですね。原作8巻の終わり67話、赤座がね、なぜ無限列車編に来たのか、なぜあそこに来たのか、なぜ煉獄さんを倒しに来たというか、まあ、急に来たじゃないですか。なんであそこに来たのかっていうところがまあわかるシーンかなと思っておりまして、うん、まあこれですね。まあ赤座がなんかまあパワハラ説教を受けるところですね。まあそこからスタートするかなと思っております。はい。でまあ終わりに関してはおそらくなんですけども、原作9巻71話の冒頭、遊郭編へ潜入する直前までが今回描かれるんじゃないかなと思っておりまして、さあ遊郭編に行こうっていうのはね、もう第2話からなんじゃないかなと思っておりまして、まあ、だから本格的にはね第2話からが遊郭編なんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ第1話に関してはまあ無限列車編のその後ね、炭治郎たちがまあ怪我だったりそういうのもあるので、まあそういう処理じゃないですけど、まあその無限列車編のその後っていうのがね描かれるのが第1話かなと思っております。まあでも煉獄家にね行けとか言われてましたけど、まあそういうところもねちょっと楽しみですね。はい。でまあ最後にね予告で気になったシーン抜粋して見ていこうかなと思うんですけども、皆さん予告見ましたか？でこちらですね、はい、襖のシーン。これさ、え何これ。作画良すぎないですか？作画というか、何このこだわりって感じですよね。これ本物ですか？実写？実写映画始まった？映画じゃない。映画と間違えとるし、テレビアニメですよ。で、まあ続いてね、ちょっと渦井の嫁がね、本当に一瞬チラッと映っていたんですけども、まずはこちら。はい、こちらひなずるかなとなってるんですけど、僕はあの声優予想やってるんですけども、このキャラデザ的な感じでちょっと声を予想するならば、林原めぐみさんとか、水木奈々さんとかがありそうっすかね、この顔。顔から予想するってなんやねんって感じだけど、林原めぐみさんとか水木奈々さんありそうだねこの感じね。でまあ続いて渦井天元の嫁、他二人こちらね、スマとね、マキオがね映ってるシーンなんですけども、いやスマ可愛えて、スマ可愛えて、何これ。萌えなんだけど、まさかのね鬼滅のキャラデザこんな可愛かったっけって感じなんですけど、今までこんな可愛いキャラクターいた？こんななんかもう元気はつらつで可愛いキャラみたいな、なんかいなかったよね。かなえぐらいじゃない？めちゃめちゃ元気で可愛いキャラクターって。でかなえさんもね亡くなってしまっていますし、かなおに関してはずっと静かだしね、こういうなんか元気はつらつで可愛い女の子っていうのは本当に鬼滅に今までそんないなかったからマジで嬉しいんですけど、でこのキャラデザからねちょっと
声を予想していくと、なんかさ、スマさ、この顔さ、めちゃめちゃさ、このスバのアクア感ないっすか？めっちゃ天宮ソラさんっぽいんだけど。ちょ、どうなのこれ。めっちゃ天宮ソラさんっぽくない？もしくは、もう、アヤネル。アヤネルもこういうキャラクター演じてるよ。こういう元気なキャラクター。アヤネルマジでありそうって思ってるんですけど、どう思いますか？で、マキオですね。マキオちょっと顔からは難しいですけど、まあ、パクロミさんあたり来そうかな。うん、もしくは伊藤静香さんとか、まあ、ちょっとあれですよね。これは難しいかな。マキオむず。やっぱでもパクロミさん来てくれたらマジで嬉しい。進撃のあのハンジさんみたいな感じで、かっこいいとこかっこいい。ふざけてるとこふざけてるみたいな感じの、なんかアフレコであってほしいですね。なんか、うまいからね、パクさんね。ということで、次回はこんな感じ。テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編。第1話のサブタイトルと場面写真を公開ということで、第1話は音柱渦井天元というタイトルになりました。いやー、これ恒例なんですかね。第1話さ、無限列車編の時、縁柱煉獄教授郎だったよね。なんか被せてきてる感じ嬉しいわ。で、まあ場面写真ね、これどこに行ってるシーンなんだろうな。これ煉獄家に向かってるシーンなのかな。どうなんだろう。いや、ちょっと本当に始まっちゃうのかって感じなんですけど、番組表でね、来週の番組を見てみると、もうすでにね、遊郭編ってなってるんですよね。いや、来るんですね、確実に。はい。ということで、皆さんマジで楽しみだな。ってことで、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画良かったという方はね、高評価、そしてね、チャンネル登録お願いします。皆さんのね、遊郭編楽しみっていう部分もね、ぜひぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。お願いします。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。